はい、今日もスペースエンジニアズ続きをやっていきたいと思います。アセンブラーで、どのアセンブラーで作るかの指定、ここでできるんですね。ちょっと、なんて言うんだ、 UI のレイアウトが変わってたので分かんなくなってました。それはそうと、今プロダクションは何を作ってるかというと、スラスターコンポーネント、プラチナがなくて止まってる。じゃあ3つのリファイナリーで全部プラチナを分解しますか。それで3機のリファイナリーで同時にプラチナを生成してるから、少しは早くスラスターコンポーネントが作れるんじゃないかなと期待するわけですが、そろそろ1つぐらいスラスター完成しないかな。まだか。この船のパーツを組んでいきますか。この辺にリアクターを置いて、この辺にジャイロスコープを置いてと、あれ、まあ溶接はまだ無理、部品が全然足りないわけですが、横向きのスラスターはどこにつけるかな。この辺か。あとは上下に向くスラスターをどこにつけるか。多少不格好な位置でもいいか。あと気になるのは後で変えればいいんだし、今はこの辺につけておきますか。今スラスターを491個、取り消して250個、もう1個のアセンブラーでも240個作ると。ガトリングタイヤと頑張ってるな。そうそう、弾薬足りなくなったりしないか。ああ、弾薬少なくなったよね。弾薬も作っておくか。やっぱりもう一つぐらいアセンブラーが欲しい。
そうかね。本当何を作るか迷う。とりあえず弾薬を10個、そっちを先に作ってもらうと、弾薬を作るのに足りないのよ。とりあえず大丈夫かな。アークファーナスは、あ、鉄がもう全部生成が終わってるから、また鉄でも掘りに行きますか。あれ、弾薬の生成が止まってる。マグネシウムが足りないのか。そもそもマグネシウムが少なくなってる。これは大問題だ。マグネシウム取りに行かないと。GPS でマグネシウムって書いてあるところを表示オンにして、一番近いのはどこかな。14キロ、27キロ、25キロ、6キロ、あそこが一番近いか。よし、じゃあ6キロ離れたところに掘りに行きますか。この船の燃料は
まだ3、4時間は大丈夫。よし、長距離採掘初めてかな。初めてじゃないか。6キロ離れたところまで。ああ、スラスター増やしたけどまだ加速性能とかあんまり良くないな。帰り道は荷物積むからさらに遅くなるんだろうな。この辺で減速始めればいいかな。ちょうどいいあたりで止まるんじゃないかな。あれ、勢いよく通り過ぎちゃう？いや、まあまあいいところで止まるか。さて、マグネシウムがどっかで取れるはずだけど、どの辺だったかな。内側に入ったところだったか、それとも外側に露出してたかな。ガリガリ掘っていきますか。いや、100メートル以上あるってことは、これ内側に入った方が近いだろうか。どうだろう。あれ、この惑星シルバーもあったんだ。あ、いや、シルバーはあることは分かってた。お、そろそろマグネシウムが取れるかな。まだかな。おかしいな、マグネシウムの反応がないぞ。鉄は出たけど。ちょっと一度船を降りて生身でマグネシウムがどこにあるか探してみるか。やっぱり穴から中に入ってった方向かな。マグネシウムどこ？シルバーはある。この辺？これただの石か？シルバーか？シルバー、おかしいな。このどっかにマグネシウムがあると思うんだけど。マグネシウムどこだ？記録した以上ね、マグネシウムがどっかにあると思うんだけど。ん？ちょっと船の鉱石探知機で探すか。テスト銀の反応はあれど、マグネシウム反応が出ないですよ。メテオはとりあえず関係ない。鉄と銀の反応しか出ないぞ。おかしいな。氷の反応も出たけど、まさか氷とマグネシウムを見間違えたってことは。おっと、ぶつかった。壊れてないかな。どこも壊れてない。ぶつかっただけか。よかった。
マグネシウムを探せ。マグネシウムがあるって何かの間違いだったのか。それとも端っこの方にちょこっとだけあったんだろうか。どこかの端っこに。わからないな。どこにマグネシウム、あったー、ありましたよ。あれは間違いなくマグネシウムだ。掘りますか。シグナルは無視でいいかな。今どれぐらい取れてるかな。27トン、コックピットに27トン、カーゴコンテナに22トン、50トンぐらい取れればもういいかな。これだけあれば当分持つと信じて帰りますか。帰り道はどっちだったかな。帰り道は、ホームはどこだ。あれ、ホーム、どっちかな。こっちか。6.2 キロだから 3.1 キロに近づくまで加速続ければいいかな。そこから減速ってことで、残り 3.2 キロになったところでアクセルから前進をやめればいいのかな。アクセルから足を離すというか。3.2 キロ、もうすぐ。今か。ちょうどいいところで止まるかな。
まあまあいいところで止まるかな。よし。リファイナリーにマグネシウムを突っ込んであげると。よし。よし、これで弾薬の生産も進むでしょう。進んでる？大丈夫そうかな。さて、その間こっちのアセンブラでは何か作ってたっけ。アセンブラー2に与えられている命令は今スラスターコンポーネントか。うん、時間かかるのは仕方ないね。もっともっとリファイナリーなどを増やしたくなりますね。暇だし、一つアンノンシグナルでも追いかけてみますか。あ、これ行き過ぎるやつかな。大丈夫か。
あ、これ動き回るタイプのやつか。めんどくせえ。分解しながらやるしかないか。これは面倒くさい。下手にぶつかると死ぬしな。これは時間かかってしょうがないぞ。スラスターを殺せれば、少しずつ殺せれば。燃料なくなったあいつ。相対速度を殺して近づけば。難しいな、そう言っても。一度停止して、あいつ等速直線運動になってるはずだよな。ああ、死んだー、なんてこったい。リスポーンしますか。しょうがないな。死体回収に行くか。もうあの安穏シグナルのことはとりあえず忘れよう。あれ？死体の位置が分かんなくなったぞ。行き過ぎた？死体の位置分かんなくなっちゃった。 GPS に残ってない？ボディロケーション消えちゃったのか。なんてこったい。しょうがねえな。戻るか。どっちだ、戻る道は。やだやだやだ。
そんなことやってる間にパーツの生産は終わってないのかな。ツールなくしたからな。手持ちツールの最上位ウェルダーを先に作ってもらえますか。できた。そうしたらいい加減一つぐらいスラスター完成しないかな。やっと一つだ。二つ目はまだまだパーツが足りない。ラージスティールチューブ。コンストラクションコンポーネント、そしてスラスターコンポーネントが足りないと、足りないもの尽くし。ここはどんどんリファイナリーとかを増設していこうかな。今スチールプレート持ってないから、スチールプレート取って、まだ床を広げて、床を広げたらパイプを伸ばす。インテリアプレートが足りない。インテリアプレートを生産したい。10枚で足りるか。どうだ。とりあえずこの状態で伸ばしておいて、コンストラクションコンポーネント、スモースチールチューブとモーター。
リファイナリーを建てるのもいいけど、リファイナリーの速度向上モジュールとかをつけるのも良かったかもしれないな。先にそっちをやってみるか。速度向上モジュールなんていうんだっけ、下の方にあるから。イエールドモジュールってなんだっけ。イエールドモジュール、パワーエフィシエンシー、これは節電モジュールだね。これがスピードモジュール。おっと、スピードモジュールを生産してもらう。大丈夫かな。これで、え？リファイナリーにアセンブラーにくっつけちゃった？そうじゃないんだよ。リファイナリーの方、スピードモジュールをこの向きでいいのかな。いいよね。これでスピード効率が上がったかな。とにかく待ち時間が長いのが悲しいから、スピード効率をどんどん上げていこう。というわけでプロダクションスピードモジュール、それかな、しかし好き勝手にモジュールつけていくと必要電力は上がるんだろうな。でも7時間は持つか、このステーション。
リファイナリーの静電速度上がってるはずだけど、今何をやってんだ。マグネシウムか。プラチナやろうよ。どうせ今プラチナ不足、いやゴールド不足なのか。インベントリーでゴールド、今金鉱石もなくなってるの。じゃあ金取りに行くか。金を取りに行きますか。 GPS で。アンノンシグナルはいいや。ゴールドが取れるところを、ゴールド取れるところって1箇所しか見つけてなかったっけ。じゃあその1箇所に行きますか。15キロ離れてるけど、燃料はだいぶ持ちそう。4時間は持つから大丈夫。15キロ離れてるってことは、16キロ弱離れてるってことは、残り8キロぐらいのところで減速始めた方がいいかな。もうそろそろ残り8キロ、減速開始。ちょうどいい止まり方ができたかな。さて金はどの辺で取れるんだったかな。惑星内部か。黄色いのが見えた。あれが金かな。なんかニッケルの色にも見えるけど、金なのか。これニッケルだろう。こんな近くにニッケルあったんだ。え、金。宝石探知機が反応してくれないけど、これニッケルだよね。GPS でゴールドってなってるところにニッケルって書き足しておかないと。ニッケル探して随分長い旅したような気がしたけど、割と最初の方に見つけたここにあったんだね。お、ゴールド発見。
どれくらい取れたかな、今。24たす6で30トン。もっと取るか。60トン取れた？戻りますか。この辺から減速、これでちょうどいい具合につくんじゃないかな。少し方向がずれてたかな。やれやれ、加速減速の具合じゃなくて方向がちょっとずれすぎてた。まあまっすぐ直進して激突するよりいいんですけど、またメテオか。
さてと、今生産状況はどうなっているかな。お、割といいペースで。クラスターコンポーネントが作られているような。2つ目のスラスター完成。しかしこれは先が長いな。電力が上がるともっともっとスピードモジュールを積んでいきたい気がするな。この向きでよかったかな。スモースユーチューブが足りない。よし、おっと、そろそろいい時間になったので一度収録を区切りますか。このだんだん設備が整ってきた生産モジュールを見ながら、それではここで一度収録を区切ります。